はい、こんにちは、ともです、ご無沙汰してます、皆さんお元気でしょうか、今回はですね、僕には珍しいレスポール、これは、1959年59リーシューです。フロントね、フロントからちょっといろいろやってみましょう。まずね、音程がすごい綺麗なんですね。でさっきですね、弦を張り替えて、これですね、ちょっとあのパッケージがどっか行っちゃったんでなんですけども、これは、ダダリオの EXL110 普通の弦ですね。でこれでもっちょこちょいよ。僕は音で調節するので、ピックアップの高さもですね、ちょうどこのギターが本当にいい音になるなと思う位置にしたんです。だからちょっと低い目なんですね。だから僕はアウトプットをピックアップの高さで調節しますので、これがまずフロントで、今両方、ボリュームが7です。 トーンは10 でプロリバーブはいつも通りにボリュームは3、トレブルは6、ベースは4ぐらいですね。でリバーブが3ぐらいです。で同じボリューム、こういうベンドすると僕ずっと同じことやってるんでね、申し訳ないですが。これでいかがでしょうか、ね、顔が見えないですけども、多分ギターが見えた方がいいでしょ。これがまあブルージーな感じで弾いて、このボリュームだとちょっとでかいんで6ぐらいにしてしまう フロントでしょ、リア。ミドルにすると、
感じで今両方とも6でやってみました。このままでも、これ7なんなってないですね。ブルース弾こうと思ってるんですけど、もうワンコードだけでサウンドが楽どうでした。 What do you think? Pretty cool? ありがとうございます。それではまた。